明日は西から天気が下り坂へと向かっていきそうですね。そうですね。西日本はそのうちにほぼ全域で雨の方が降るといった状況となりますし、はい、九州などでは遅い時間に強く降ることもあるかなと、そんな状況になりそうですね。はい、ではまず気圧配置の方から見ていきたいと思いますけれども、こちらが水曜日ですね、5日午前9時の予想天気図なんですが、まあ、低気圧前線止まってだんだん接近してくるという形になります。で、高気圧はその中心が東の方に離れていくような形となるので、この高気圧の周りを回るような形でこの低気圧に向かってどんどんと暖かくて湿った空気が送り込まれるといった形となりそうですね。はい、で、ゆっくりですけども、こちらだんだんと東の方に進んでいくということもあるので、まあ、その影響で、広範囲で雨の方が降りやすくなる。西日本はほぼ全域といった形になりそうです。また低気圧が接近することによって等圧線の間隔が少し狭くなります。風も強まることもあるので要注意。こんな感じで見てください。はい、ではですね、西日本の雨のエリアどう変化していくのかというところをですね、日付変わった5日水曜日の午前0時から見ていきたいと思いますが、こちらグレーが曇りです。で、青が雨になります。濃いグレーのところはより今分厚い雲に覆われていると見てください。で、時間の方を進めていくと、もう明け方ですよね、前にはもう対馬、それから五島の方で降り出し、まあ、九州は朝のうちから降ってくるような形となります。その後日中帯は中四国を通り、その後夕方が夜にかけて、近畿こちらの方で降り出してくる。まあ、日付変わる頃までに見てみると西日本ほぼ全般ということが言えるんですが、まあ、東日本の方でも東海西部であるとかこの辺りは少し早めに雨の降るタイミングも出てくるかなと見た方が良さそうです。はい、まあ、これが全体の天気の流れなんですけども、こちらの方は今度暖かく湿った空気の流れ、明日の21時の状況を示したもので、色のついているところが暖かくて湿った空気になるんですが、こちらに風の方を重ねてみるとですね、全体的に南風がどんどんと入り込んでくる。そうなるとこちらの方ではより多くの湿った風が送り込まれるということもあるので、はい、九州の、まあ、五島や対馬、あと長崎、この辺りを中心に夜の時間帯は少しこう強く降るタイミングもあるので要注意。こんな感じで見ておいていただいた方が良さそうです。わかりました。詳しい内容はアプリウェザーニュースからもご覧いただけます。今後ともご利用ください。